Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Kazu. Tôi là Nhon. Double Win. Ish. Tôi là ima. Tô Hộc, Miyagi Ken wa Sendai ni kite orimasu. Sendai to ieba Gyu tan. Deta. なので牛タン食べに来ました。あ、さあ皆さんにねどういったものか紹介してきますよ。ノマンカキリンラガーデンロイヤキリン、はい来ました。最高牛タン、牛タンね、ミニカレーセット食べるよ。サラダもだって牛タン入ってる。確かに。すごい、もうフルコースじゃん。牛タンのフルコース。本当にうまい。でさ、うん、あの野菜ベトナムの人もさ、うん、あの野菜好きじゃない。うん、好きね。けどやっぱりね。日本の野菜ってすごくみずみずしいなってこっち来て食べて思う、うん、なんかベトナムの野菜も新鮮だと思うんだけど、なんか、ね、鮮度が違うと思う。牛タンとも合う。牛タンとも合うよ。でどうやら野菜もやっぱり作る上で日本は土とかも育ててるから土がうまいという栄養が多い土はまだどういうところがまだできてないらしくて、で今そういうのをこういろんな人がやろうとしてるらしい。ベトナム人土もよくしよう。そう、やっぱり土に栄養がないと野菜も育たないというか、でも本当にだから野菜食べるだけでもいいよ。それのために日本に来てよ。海藻シーンみたいな。はい、そしてこれが牛テールスープ。うん、いいね、温まるよ。だからもし寒い時とかに来たらものすごく温まっていいよね。ああ牛のねしっかり出汁が出てて奥深い味になってくる。だって見て、でかっ。牛タンって本当に めちゃでかかって、まあ、今はテールかもしれないだけど、肉厚なのに柔いだけどしっかりとした歯応えがある弾力がある肉なんだ。肉としてだけ最高級だよね。うまいわ。うわこれ、ね、なかなかベトナムの人東北に来るかもしれないけど、ぜひね、仙台まで足伸ばしてほしい。くー、しみる、しみる。やば、うま、分厚やれ、やば、分厚うまっ、ね、その塩加減もちょうどいいし、やっぱ切ってあるけど食べやすい。なるほどね。え、牛タンってその普通の肉とやっぱ弾力が違う。違う。で、あのやっぱ脂っこいとかないよね。脂はないから。なるほどね。うん、これ美味しいわ。それは有名。超有名で、うわぁ、本当に柔らかくて美味しいし、この肉本来の味もギュッと決まってるからめちゃめちゃうまい。はい、一味唐辛子、これを好みでつけて味はついてますけどね、うん、ちょっと
まあ、辛いの好きな人、ちょっとスパイス効かせたい人、スパイシー、できないでしょ、火出るみたいなのできないでしょ、キムタクがやったらずっとうまい、ずっとうまい、自分の下食ってる無限牛タンみたいなことしてるけど、はい、ということで、利休の牛タン最後でした。